はい、どうもゆうです。今回はですね、今たくさんの SBC 来てると思います。アイコンであったりポトムバペであったり、いろいろ確約も含めてですね来てますので、これを含めてですね今、どの SBC がいいのっていうところですね。配信やってても本当に質問が一番多いかなと思います。どっちがいいと思いますかっていうのが結構多かったので、正直に自分が答えていこうかなと思います。で、一応自分としてはですね、初めになんですけど、急にバペと、ダルグリは作ってます。はい。で、もうエウゼビももうすぐ出来上がるっていう感じで、で自分としてはもうフリットも作ろうと思ってます。はい。で、ジランが今悩み中っていうところですね。初めに一応こんな感じで紹介していきたいと思います。で、今順番に見ていこうかなと思うんですけど、まず、今日来たやつですかね。復活ですね。87キャンペーンミックスに関しては、8486で、一応作成できるということで、今8486自体がめちゃめちゃ安いので、これもやっていいのかなと思います。はい。で、なんでかっていうと、やっぱ87以上ってなると結構当たり枠も多くてですね。もちろん赤ハンセンであったりとか、赤バペとかもいますけど、そういった感じで結構当たりもいるので、やってもいいのかなと思います。ただトレカー使ってまでやる必要性っていうのは、今全体的に市場も下がってるので、そこはもう自分の素材と相談しながらやってもらったらいいと思うんですけど、フルにトレカーを使うのは正直もったいないかなとは僕は思います。はい。で、デイリーログイン。これはもう絶対やってください。このままやりますけど、デイリーログインはもう簡単なので、このブロンズでこの低レート検索して、これはちょっともったいないんであれですけど、こんな感じで、コモンでもいいです。コモンでいいです。今レアでやっちゃいましたけど、コモンでいいので、これはもう絶対やってください。はい。もう必須です。で、マルティネディ、今日来ました。これがまた今日の死にベーがですね、見ててもスキル5がめちゃめちゃ多い。スキル4か5になった選手とか、ポジションも増えたりとかですね。結構、いいのが来てるなっていうのは正直思います。ムナティネディも僕金の時に結構使ってですね、使用感とても良かった。でもこれが大幅能力アップですよね。で、しかも右ができるっていうのはやっぱ魅力的かなと思います。で、しかもですね、テクニカルプラス持ってるんですけど、それがまた、迅速と瞬速持ちました。これもともと片側だけだったと思うんですけど、で、しかも、かやみのこなしとトリベラと高精度持ってることで、優秀だなと思います。はい。めちゃめちゃ優秀かなと思いますね。ただ金額が60万ぐらいするので、僕的には優先順位は、正直こんだけ言っときながら低いかなっていうところですね。で、93バペ。今470万ですかね。で、フリットが280万。で、ケインですね。16万とかですかね。ヒーローチャレンジは、できるんだったらやった方がいいと思います。正直。これも目標でいろいろパックもらえるんで、やった方がいいかなと思いますね。でも82ピック。これも、金レアで言うと、全部やったらですね、7000、8000ぐらいするので、82ピック自体がやっぱり比較的多いのは82から84出るのが多いんで、トレカっていうのは無理しては作らなくてもいいのかなっていうのが僕はやってて思いました。で、リーグアップ部でもいろいろ目標は来てるんで、パックもらえるんですけど、できる方はやったらいいかなっていうぐらいかなと思いますね。コインで買うってなるとやっぱちょっと高いので。で、ベースヒーローピックも今値段的に考えるとヒーロー自体がそんなにめちゃくちゃ当たりがいるかって言われた時に、いけるんですけど、自分の手持ちと相談してもらって、どの選手だったら、スタメンに入るかっていうのを見てからやるべきかなと思います。例えば一人しか当たり枠いないのに、これにかけるのって正直もったいないかなと思うので、それはどの確約でも言えることなんですけど、自分がどの部分のポジションが足りないとか、っていうのも踏まえた上でやっていくのが僕はいいかなと思うので、その辺はですね、それってことは人によってやっぱやるやらない変わるので、もちろんこうやっておすすめとか、他の方もいろいろおすすめ紹介してますけど、本当に人によって違うと思うので、最終は自分での判断になるんで、本当にもうあくまで参考レベルで、捉えてもらえたらなと思います。はい。で、マーキモンはできるんであればやった方がいいと思います。バラウカも作成しなくていいかなっていうところですね。これも絶対やる。これも長期で来てますけど、これもやるだけで、もらえると。
という感じですね。これも絶対やってください。もうこれで終わりです。もう時間出てもすぐです。やってください。はい。毎日これはログインして、これはもうやってください。はい。で、ラムも僕はスルーかなと思いますね。はい。で、83ピックは、素材が余れば作るって感じなのと、まあ、この後紹介する 83×10 で TOTW 必要なんですけど、TOTW がやっぱ普通に買うより、こっちで作った方が安いです。しかもね、ファンダイクとかが当たる可能性もあるので、それで考えると僕はこっちをやるべきかなと思います。買うよりかはこっちでやって 83×10 をやるべきかなと思います。はい。で、83×10 に関しては、まあ、これ1個作れば、もう1回回して、基本83が出ると思います。で、まあ、TOTW さえ切らさなければ、まあ、永遠に回せるのかなっていうとこあるんですけど、まあ、これも、まあ、それぞれ皆さんコインの持ち方が違うと思います。僕とかだったら多分今、仕込みとかも全部含めて1300万ぐらいあるので、まあ、全然コインにかけるのは、まあ、ありかなって自分の中では思ってるんですけど、例えば目標、買いたい目標の選手がいて、それに対して30万足りませんとかだったら、これにやっぱトレカを使ってしまうとどんどん離れていくので、まあそういったところは、まあ欲しい選手を目標にやった方がいいのかなと思うんで、まあただ例えば今来てるパックで当てたいよっていう方とか、素材がもっと欲しいんだっていう方はやるのはありかなと思います。はい。ですね。まあまあ、あとはまあ、この辺はもう好みかなと思います。僕はやってないっていうことはまあ、そんなに優先度が高くないかなっていうところですね。で、まあ、次男は、レンタルでやってる。エルゼビオもレンタルとまあ含めてあと6個で終わりますと。はい。っていう感じなんですけど、自分の中での、なんかですね、まあ優先順位というか、今来てる中だと、まあやっぱり質問多かったのは、エルゼビオと次男どっち作りますかっていうので、まあ、正直、まあ、これもずっと言ってことと一緒なんですけど、例えばフォワードに、バペも誰もいません。もうストライカー的な選手本当にいませんみたいな。で、やっぱりエウゼビオとか、まあ、自分が作ったダルグリもそうなんですけど、相手にいた嫌な選手っていうのは、やっぱ前線に置いておきたいと思うので、で、まあ、例えば、ポトムバペ来てますけど、今470万なので、まあ、エウゼビオと、まあ、あとフリット作れたりとか、エウゼビオとジダン作れたりっていうのができるので、まあ、バペ一人の力が欲しいのか、もしくは、まあそういったまあアイコン。やっぱ今作ってアイコンのケミーの救いっていうのはめちゃめちゃ優秀なので、まあ前作とはちょっとアイコンの価値っていうのは下がってまして、今作やっぱアイコン価値あると思うので、まあそこですよね。いろんなスカット組みたいとかでアイコン増やしたいっていう方は、もちろんアイコンやった方がいいと思いますし、で、やっぱり一人よりも、二人強い選手入れてる方が相手としても嫌だとは思うので、まあただバッペのやっぱ力っていうのも強いかなっていうのは思うんですけど、まあちょっと自分でもやってて思うのは、まあ、バッペがまあいろんな人使っていく中で、まあ正直、まあパターンとかいろいろこう読みやすくなったかなっていうのは正直思います。やっぱりそれで言うとエウゼビオっていうのはまだそこまでバッペほど作って、っていう人もいないので、まあ相手としても守りにくかったり、どういう動きするかって読めなかったりする時も多いかなと思うので、まあそういった考えだとエウゼビオ作成も全然ありかなとは思いますね。はい。で、例えばまあ次男フリットでもいいかなと思います。もうそれだけで中盤2枚が、まあ正直 Y まで持つかなと思います。Y で、まあどんなイベント来るかによるんですけど、まあ Y で、例えば Y が排出量多かったら、もう多分 Y に切り替わると思いますし、今作ったとしても。で、まあ、あとは多分 Y の時に再録とかもあり得ると思いますし、特別帳もありますし、まあ、Y 行く前のこの段階で、こんなにアイコンが、例えばジダン、フリット、エウゼビオ、もうこんなメタ選手ばっかり出すのってあんまなかったと思うので、まあ、Y の時にももちろん何かしら来るかなと思ってます。まだ R9 が出てないのもそうですし、まあ、そういった面も含めて、まあ、Y の時にその辺が来るかなと思ってるんですけど、まあ、それはまあ、Y アイコンで出れるかなと思ってるんですけど、まあ SBC でもわかんないですよね。こうやって感じでちょっと下がった選手で出す可能性もあるので、まあそういったことを考えていったときに、まあ強い選手が出るのが不安だっていう方もいると思います。まあ多いです、意見として。まあそれだったら、もう一旦作成やめた方がいいと思います。悩むんだったらもうやめとくのも一つかなと思います。正直。まあ
本当にあと1ヶ月ちょいです。1月末か Y が始まるので、まあ、そこまで引っ張って、まあ、これ、作成期間61日です。こっちも、まだあります。49と54なんで、どうせ多分 Y の時にはパック回増えると思います。で、高レートも、今よりも高レートな選手が出てると思います。特別賞とかどんどん被ったりするので、まあ、前作も高いなと思いつつ、ほとんどの選手作ってたのが皆さんそうだったと思うんですけど、まあ、それを考えると、もう、今も悩むんであれば、まあ、Y まで引っ張るっていうのも一つかなと思います。はい。で、まあ、いや、そこまで待ってられないと。まあ、スカット強化したいんだっていう方は、まあ、この中でですね、まあ、フォワード強化したいなら僕はエズビューアイだと思いますし、中盤だったら、まあ、ジダンとか、まあ、フリットですね。補強したいかなと思います。で、まあ、フリットに関しては、センターバックの、もちろん初期設定もできますし、あとは、まあ、自分、が、まあ、体感できるかにもやったんですけど、まあ、4-3-2-1 の底とかでもやれますし、上げる方向でもいけますし、フォワードでもまあいけるかなと思うので、まあ、その、オールマイティに使いやすいかなってとこはありますね。ただ、まあ、ジダンだと、まあ、4-3-2-1をそこに置くかで、ジダンは多分使わないかなと思うので、まあ、そういった面でどっちを優先するかであったりとか、あとはまあ、フォワードはそうですね、もうバペがまあ一番悩みの種だと思います、正直。まあ、今の段階作っておけば、今後、例えば新カードとかでバペを引いたりとか、まあ、Y とかで引かない限りは基本的には使えるかなと思うんですけど、ただ一個気にしないといけないとこは、今ボトム2連続なんですけど、やっぱまたバペ活躍してます。はい。バペが活躍してるので、ワンチャン3連続がないとは言えないっていう状態ですね。そうなった時に、今作るのも、ってなるんだったらもうアイコンだと思います。はい。まあでもバペは作って後悔はないかなとは思うんですけど、あと、まあ一番多いんですけど、200万持ってますと。200万使って作ろうと思ってますって意見結構多いんですけど、僕はあんまりトレカを使いたくない人なので、まあ例えば400万とか300万に多く使って100万かなと思ってます。まあ早く作りたいって方はもうトレカを使うしかないと思うんですけど、もう、やっぱりトレカコインって結構大事で、なかなかやっぱ100万貯めるのも大変だと思います。で、まあ、転売とかや増やし方とかは、まあ、もちろんそこに当てるのいいと思うんですけど、もう本当に転売とかも特にしてなくて、パック開封の値だけだっていう方は、なかなかその金額っていかないと思うので、まあ、本当に大事に考えた方がいいと思います。今市場も全体的に安いですし、解体選手が結構安かったりするので、まあ、100万、200万っていうのを、他の選手誰が買えるのかっていうのを見てから本当にそのトレカを使っていいかって判断した方がいいかなと思うんで、まあ、そこは本当に僕は配信してて結構質問としては多いんですけど、自分としてはそこはとても思うのでぜひそうしてもらえたらなと思います。はい、今回ですね、まあ、ちょっとまとまりない部分もありますけど以上になります。この後ですね、転売